高浜駅は、愛媛県松山市高浜町1丁目にある、伊予鉄道高浜線の駅である。駅番号は、01。1930年頃の高浜駅単式ホーム一面一線で、側線を有する地上駅で、有人駅である。かつては、相対式ホーム二面二線だった。駅舎裏から、わずかに伸びる線路は、昼間帯は、ラッシュ時増結用車両の留置線として使用されている。駅北口には、松山観光港への連絡バス乗り場があり、駅構内と直結する連絡通路もある。現役舎の建築は、高浜線電化時の昭和初期とされている。2008年に解体された旧水戸駅と同時期の建築であり、共に駅屋根部分にアールヌーボー調のデザインが施されていたが、西側は後に壁が上塗りされ、駅東側のみにその特徴が残っている。駅舎外には駅売り店があり、弁当や飲み物、雑誌類などを扱っている。忽那諸島には書店がない島もあることから、通常の駅売店に比べて書籍や雑誌類の取り扱いが多い。2008年の発着人員は1日あたりおよそ1500人であり、1998年の2200人と比較して減少している。これは、高浜線内各駅で最大の減少率である。一方、ここ数年は横ばいか微増と回復傾向に転じている。駅前より見た高浜港駅前の道路を挟んで、午後島や忽那諸島方面へのフェリー、高速船が発着する高浜港があり、駅の正面から桟橋や架道橋が見える。また、県道に沿って約600メートル北側に、松山観光港があり、広島、呉、小倉方面へのフェリーや高速船が発着する。鉄道駅ではないが、松山観光港にも駅番号が与えられている。ありがとうございます。